さあ、いよいよね、G1 戦線も盛り上がってきたところで、今週はね、ちょっと中休みの週。まあ、そしてですね、オークストライアル、フローラステークスが行われます。まあ、このフローラステークスなんですけどもね、まあ、今回のメンバー構成見ると、やっぱりね、若干薄いですね。桜花賞オークスと、まあ、大目標があるもんですから、まあ、そこに出られなかった組、まあ、つまりこの世代のね、18番手以下の馬によるね、敗者復活戦というか、ここで切符を取っても、なんとかオークスだけでもと、いう馬たちの争いということになってしまいます。まあ、ですのでね、まあ、その中でどういう風に見ていくかというところなんですが、まあ、そうなってくるとね、今回の本命馬、こちらでいきたいと思います。アスカビレン。まあ、ネット競馬のね、予想図想定オッズなんかで言うと、43.9 倍の10番人気の馬なんですけれども、まあ、ただね、まあ、桜花賞トライアル、チューリップ賞、ここで 5着と、まあ、ケンジまで結構迫った。まあ、このね、チューリップ賞5着っていうのはね、このメンバーの中で言えばもう大威張りの実績にはなってくると思います。まあ、トライアル、最重要トライアルで掲示板に乗ったと。まあ、しかもですね、まあ、この馬とね、あと1頭しか、まあ、このメンバーの中で新馬勝ちを果たした馬がいないというあたりで言えば、まあ、この馬の実績、まあ、この中では実は最上位の1頭じゃないかなということで、まあ、本命にしておきたいと思います。まあ、そしてですね、続きまして、対抗がこちら、長良フラワー。まあ、この馬もね、もう1頭の新馬勝ちを果たした馬ということで、まあ、なかなかね、未勝利脱出にすら時間がかかったような一勝馬がほとんどの今回のメンバーの中で、まあ、出たとこ勝ちを果たした2頭というのをちょっとその分信じて軸にしてみようというのが1点。まあ、そしてね、この馬の場合はね、新馬勝ちの後のレースが、オープン特別エルフィンステークスを使っているわけなんですけども、まあ、そこで、クルミナル、桜花賞2着だった馬ですね。まあ、1頭ね、バカ逃げというか大逃げうまく決めちゃってね、まあ、よく言えばね、それ以外の17頭の競馬になったところ、その17頭の中で、まあ、他をね、差し切って再先着した、まあ、よく言えば実質桜花賞馬に2馬身差ですから、まあ、この中のメンバーで言えばもう、この馬が、まあ、他の、そういう対戦の結果で言えば、逆にまあ、この馬が抜けてナンバーワンだろうということで、まあ、なかなかね、注目されづらい決闘ですが、この馬も、とね、この二頭軸で行きたいと思います。まあ、あとはね、紐で何を拾えるか、できるだけ穴サイドが来てほしいなと。まあ、そしてですね、ここから紐5点に行きたいと思うわけなんですが、まあ、50音順なんでね、ちょっとその中での人気順とかあまり考えずに出してしまいますと、まずこちら。ネット競馬想定オッズでは16番人気なんですけどね、ウィン・アキレア。父、コンリット、母、コスモバレンチ。つまりですね、この馬の兄が去年の JBC スプリント G1 を勝った、なんだったっけ。なんとかって馬です。俺 POG 的にも示してたんだけどな。ね、ドリームバレンチノっていう、この馬の、ね、お兄さんがですね、去年の JBC をスプリントを勝ったドリームバレンチノという馬でね、まあ、つまりお兄さんは G1 馬、まあ、決闘で言ってもね、上が G1 馬っていう馬もこのメンバーの中では他にほとんどいませんから、まあ、決闘的にも上位、まあ、父がね、あんまり実績を出していない馬なのが気になりますが、まあ、だからこそ逆に、まあ3区のね、唯一の重賞勝ちがフローラステークス。まあ、こういう穴場の G2 勝ったなんて言われようとするには、桜花賞とオークスの間の穴場でしょみたいな感じの扱いになりそうな重賞っていう例はそこそこあります。まあ、例えばね、成田トップロードっていう種牡馬の唯一の重賞勝ちがこのフローラステークス。まあ、ベッラレイヤーですね。まあ、馬はオークス実質勝ち馬みたいなもんですから、まあ、フロックとか言われるとちょっと心外なんですけども、まあそういった例もありますので、コンデュイットの代表3区になるにはここを勝つなんていう意味でも、まあこのね、ウィン・アキリアに
期待をしてみたいと思います。そしてですね、紐2点目はこちら、エバーシャルマン。まあ新馬4着の後折り返しの未勝利戦で1着というだけのキャリアですね。まあ、つまりね、まあまだ2戦しかしてないっていうのを未知の魅力と捉えて、まあこんなメンツの薄いレースですのでね、まあ、500万下の条件戦と考えたら、ここでポンポンと連勝してくる馬っていうのがやっぱ注目に値するだろうと。まあこういう馬にこそ勝ってもらって大物ってことを証明してほしい。まあそしてですね、まあ厩舎で言ってもね、美穂の堀厩舎、まあ石橋周あたりが乗ってきそうなのが怖いんですけども、まあ堀厩舎といえばね、皐月賞を圧勝して息上がる、オークスにもオークスダービーと両取り行きたいですね。オークスがエバーシャルマン、これはちょっと厳しいかな。まあ、ダービーはドラメンテが勝つでしょうというところで、まあそういったね、厩舎の勢いという意味でもエヴァーシャルマンは面白いんじゃないかなということで狙っていきます。まあ、そしてですね、3投目はこちらシングイズジョイ。まあマンハッタンカフェの3区はね、今年ルージュバックですか、3連勝で如月賞まで勝ってしまったりですとか、まあそしてですね、桜花賞にはそのルージュバックだけではなくてですね、アースライズですとかね、まあ多くの馬が出てきて、まあ勢いがあるということで、オークスに向けてもう一頭なんてところで、まあシングイズジョイは期待ができるタイプじゃないかなということで狙ってみたいと思います。まあ、そしてね、続いてディアマイダーリン。まあこのままね、フラワーカップ3着ということで実力馬、まあ一応ね、アスカレビンチューリップ賞5着もそうですけども、重賞でそこそこ健闘した馬なんていうのはね、まあ、それだけでも、まあ、このメンバーの中では狙えるということで狙っていきます。まあ、そしてですね、最後がこちらチャリシー。まあ、この馬もね、勝ち上がった後、まあ掲示板外さないかなぐらいの、掲示板前後のね、そこそこ堅実な競馬を繰り返してるんですが、まあ、このお母さんも、ね、この馬のね、お母さんもね、まあこのクラシック先生に関しては同じような堅実な馬でしたね。3着とかその辺の着順を繰り返して、まあ、そしてこのフローラステークスでも3着というね、ブリガドーンっていう馬なんですけど、まあ、勝ち身に襲いながらも堅実に走ってくれるタイプと、まあ、その辺ね、引き継いでいそうです。まあ、ハービンジャーのね、3区、まあ、ここまでちょっと冬の東京とは相性が悪かったようですが、まあ、ここに来てね、東京で一気に爆発してほしいですね。まあ具体的にはね、このレースの前の日のですね、新緑賞500万下条件の方のね、レースもハービンジャー3区のマッサビエルっていう馬が勝つ予定でね、僕はいるんですけども、まあそんな感じでハービンジャーサンデーの配合、この東京で爆発するぞというのをね、予言というか願望というかしておきましてですね、まあこの馬のお母さんブリガドーンもね、なかなか興味深い馬だったんで、ブリガドーンってドーンドーンって感じでね、一発大穴開けてくれると、僕の財布の中もドーンドーンドーンと、アスカレビン、ナガラフラワー、チャリシーで決まったら3連単どんぐらいつきますかね、なんて形でドーンといきたいと思います。まあ以上ね、3連単二等軸ひも5点マルチでいつも通り狙っていきたいと思います。以上ハッチーでした。じゃあね。